アロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もガチャ引いていきます。バックフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキー装備召喚ですね。ガチャ回していきたいと思うんですけど、はい、メンバー見てお分かりだと思います。ファイナルファンタジー12ですね。まあ、これもまだ確かナイトメア挑んでないんでね、まあ、一応メンバー見てみましょう。補欠組でいくと、はい、バルフレア、バースト持ちですね。バースト持ち、これなんか弱体ついてるのかな。弱体ついてますね。いいですね、バルフレア。で、これ見てみましょう。フランは超必殺のみか、厳しいですね。はい、こいつガブラス、バースト持ちですね。弱体は持ってますね。で、ベインちゃん名もなし。レックス超必殺ですね。じゃあちょっとスタメンにしてるやつメンバー見ましょう。多分これはスタメンでやってるやつらでしょう。ラーサー回復でしたっけ。はい、超絶2個持ち、いいですね。チャーラーサー、どっちをメインに使った。リジェネ S で、バリア付きですね。大回復リジェネ、S な、なるほど、なしで大回復ターンに、あ、いいね、短縮いいですね。あ、白魔法使った時に追撃があるのか、味方の全体の HP1000 回復プラス S な、これ超いいじゃないですか。あ、なんか持ってんのか、なんもなし。ガチャマテが1個持ってんのか。ラーサー、あ、ガチャマテじゃないか。ラーサーちゃんご褒美あげてもいいかもしれないですね。ナイトメア挑む前に。はい、次はバッシュ。バッシュはなんだ、おお、超絶2個持ち、プロ、お、これいいじゃないですか。開幕全体、プロシェルヘイスト、いいですね。開幕でいきますね。自身、生息性まとい、ナイト系ですかね、多分。アーシェは、アーシェなんだこれ。あー、回復してくれるね、割合回復ね。そう考えるとスタメン枠1個余ってるのかな。物理スピード、あ、これブレイブですね。なるほど、バースト持ちじゃないですか、バンちゃん。チェインが誰もいないな。シリーズチェーンゲットしたいですね。パンネロ全体回復、回復がいいね。踊り子アビリティ、いいね。待って、この辺ガチャマテ持ってるのか。あ、持ってるね。なんかチェイン欲しいところですね。これがアシュラビでもう一回放ってた、いいね。狙うはシリーズチェインとかですかね、欲しいですね。行きましょう。はい、バックフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキー装備召喚ファイナルマッチ12いきましょうか。シリーズハッピーですね、いきましょう。いっちゃいましょうか。はい、シリーズチェイン誰か出てんのかな、ちょっとわかんないけど、チェイン系ファイナルマッチ12チェイン1個もないんで、チェインなんか出てるやつがいるならちょっと僕情報不足でわかんないんですけど、いってみましょう。はい、まあ、覚醒奥義1個もこのシリーズ持ってないんでね、誰か引きたいですね。僕なんだろう、このシリーズハッピーラッキーのカウンターガチャ覚醒出たことないんですよ。お願いします、レディゴー。渋い虹来た、まあ、虹だ、なんだ、槍系か、竜騎士系使わないからな。誰でしょう、バッシュさん。しかも持ってるやつやん持ってるやつやん、かぶりやん、ボンボクラー。マジこんだけキャラ薄でバースト厳しいなー。まあアニマレンズゲットってことで、まあ、今回はシャイニンググレイバッシュさんバースト出ちゃいました。メロジャム TV ファイナルファンタジー、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 DJ ソワライズでした、ありがとうございます。